はい、どうも、イレイチ渡辺です。本日はめちゃくちゃ内容の濃いボーラード実況というかボーラード解説をしていただきます。本日のゲストは4年連続の名人位ほか、全国タイトルを多数、取られております、持永淳二 SA の方から解説していただきたいと思います。なお、イレイチ渡辺は、玉歴4年、そして、ボーラードアベレージは140点、ハイスコアは224点となっております。持永さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。1フレーム目、ちょっと僕ボーラードね、ブレイクちょっと強めに割りたい派で、でも結構やっぱ B 級までは割と強く割った方がいいかなと思うところもあるんですよ。いきなり問題の箇所来ましたね。そうなんです、いきなりこの配置でかなり難しくて、かなり考えてやるはやるんですけど、ちょっと見ていただければと思います。はいはい、実はこの配置、持永さんに後で全く同じ配置をちょっと実践していただきます。私と全然取り方違いますので、ぜひこの後参考にしていただければと思います。取り出しが限定されているので、やっぱ10番ですね。そうですね、10番から6に出して、一応狙ったところには行けました。そうですね、ただこれあわよくば、ここで8番とか通しとくと、2番のサイドとかは結構取りやすくなるんですよね。なるほど、なるほど。でこの位置からだと結局この47を、遠いコーナーの方にコンビで死んでるかな、促進になってるかなっていうのを見るのと、あともし当てるんだったら5番で当てるっていうのが、基本的な形になりやすいっていうのと、ちょっと嫌ですけど3番サイドからの取るっていうのも一つ思考に入れておくと楽ですかね。なるほど、この後イレイチがどうするのか。はい、6番を入れて。そうですね、6からだとこちらの形になりがちですね。ちょっと引けちゃったかな。そうですね、ちょっと今のは弱くいきたいからサイドにスクラッチするのが怖いんで、どうしてもそうなりがちな頭ですね。さあ9を引くのかな。8に出すの。そうですね、2が通ってなくて、2が通ってないんで8ですね。8に出す形になります。はい、ちょっと通って、ちょっと危なかったですね。危なかったですね。熱かったからちょっと出なかったって感じですね。そうですね、入ってたら結構いい力加減だったかなっていう。イレイチはこの後で当てるための、構成、この後どうするかを考えてますね。3行ってここに止まってトラブルに1から当てるならここかというふうに考えてますけど、うまくいくかというところですね。ここはなかなか、この8番はもうだいぶ入れ勝負ですよね。そうですね、ポジションはちょっと欲張れなくて、でもちょっとラッキーな、はい、でもなんかやりたいことがすごい伝わってくる感じですね。だここに止まっちゃうとできることが。そうなんですね、これちょっとコンビ死んでないかな、死んでないかな、そうですね、してますね、はい、ないということで。今意外と3番からもういっそのこと左側のチョークッションに拾って当てに行くっていう方が逆にやりやすいのかもしれないですね。この今の段階で当てるって、はい、今の段階の方が。逆にこの1とか5って結構いいポジション取らないといけないので。なるほど、そうなんですね、はい、これは1をまっすぐ入れた後に5でパコって割るっていう形ですね。そうですね、裏から割ってって形を、このまま行くと多分5を行った後が怖いですね。5で割った後どうなる か、ね、なるかじゃあ見ていきましょう。じゃあ行きましょう。一応まっすぐちょっと左に触れてちょっと出ちゃうんですね。だからちょっと熱いんですが、なんとか順繰りを、割り方どうやって当てるかを考えてますね、はい、これで裏剣からの方が安全かなとはいうふうに自分は思って、裏剣からセットどうなるか。あんまり裏側に行くよりは順ひねって引っ張ありがちですね、ありがちですね。先玉をやってしまいました。ありがちです、確かに、はい、よく見るやつです。はい、ちょっと先玉を飛ばしてしまいました、ということで、もうここはもうあとは取り切るだけということで。そうですね、入れやすいようにつないでって、はい、これを、切り返し、はい、切り返して5番ですね。5番ですね。我々150点アベレージない人はこのショットはかなり不安な、ちょっとなぜかナインボールよりも怖く見えるという。これちょっと右入れて2サイドを飛ばしてしまうと。でも分かりますね、少し嫌なチョイスが続いてるって感じですね。でもせっかく SA にね解説入れていただくんで、課題が多い、ボーラードの方が勉強になるかなと思って。なるほど、なるほど。
でも本当なんかイレイチさん普段見てると僕もそんなにしょっちゅう見てるわけじゃないですけど、はい、やっぱり見てると結構こう難しい球入れるの上手だなっていや難しくしちゃってるんですけどね多分いやでもすごいなんか難しいけど感性で入れる球じゃなくて結構こう練習真面目にやった人の入れる球っていうのが上手な印象ですねすごく、はい、組み立てでものすごくレベルが変わりそうな印象がありますこれ2番悩んでますああ割っていくか、はい押して8番を手をここに持ってくるかっていうああなるほどで1回構えるんですけどやめますねああ押そうって構えるんですけどやめますこれは逆に8とかそうですね今出してるざっくりの方がそうざっくりセンター出しがそれが一番正解だと思いますねやっぱり今の球って取り出しだし、まあ、今みたいにこうやっぱ思ったよりも力加減がこれほどずれることもあってただものすごくそのなんていうか広いポジションを選べてるので出すのがこうまくいくかどうか怪しい時は出すゾーンを広げてあげて入れの負担をこうなるだけ上げないまま組み立てるのがいいですねさあこの後、7番が後々めんどくさくなりそうだったんでこれやっつけようとあなるほどポジションが続かないかもしれないっていうことですねうまい具合に、うんそうですね、そっち側から9番取れれば、うん、この辺は問題なさそうですかね、ポジション取り方ちょっと欲張ってる感じが出てますけどね意外とこうベスポジを求めた結果半端なとこ行っちゃったっていうなるほどなるほど、走らせたくないんだけどマジで走っちゃうああっていうまあでもすごい上手なショットですねすごい良いと思いますねこれまっすぐじゃんラッキーっていうラッキーってとこなんですけど、まあ、ちょっと冷静にそうですね結構センターショットみたいな球なんで何にボールアウトだと的球の距離が遠いやつですねそうですねあれ引けすぎたまあ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 、まあ、でもしょうがないと思います、はい、それだけやっぱりこう入れに対する不安をきちんとこう感じ取ってたってことですねうんこれは球なりで、はい、来ました、はい、まあこれは大体これはでも大体その感じ、うん、いいですねあとはこういう時の順番ですよね、うん、これが選択が正しいのか引けすぎかなそうですねそれは引けすぎちゃいますねそうですね今のはちょっとこうやっぱりこの中で一番入れに対して不安がある球って8番なのでやっぱりこうさっき今取った6番って変な話、はい、ナインボールだと1番がいるようなゾーンに来ればなんとなくもう入れれるところではあるんですよねなるほどでも3とか1って一見簡単ですけどこう出る場所が違えばすごく難しく見えちゃうし手玉もものすごく走らせちゃう球なので3取って8取ってって考えてあげた方がそうですねこうつながりとしては難しくはなかったかなっていう出さなくても出る球だったんです6番はでも3とか1は何気にちゃんと出ないと嫌な気持ちでつく球入れは簡単そうだけどってい う, で8は当然入れが難しくなる球なんでなるほどっていうのでまあ今6番はちょっとやっぱりそうですね入れが簡単っていうのにちょっとこう引っ張られちゃった感じですねあなるほどそういうところがさあこの後どう引けすぎちゃいましたけどこれで出し方すげえ悩みますそうですね悩ましいですね逆もちょっとこの台はさらっ気があるんで、はい、逆ひねったそうです、ね、逆ひねポジションは難しそうだし止めるやつも難しそうでやっぱ回すのが一番こう無難そうに見えますね危なかったうわーちょっと厚みがまあちょっと結果オーライなところでありますけどねこれは土手にならなかったよしよしっていう感じで、はいはい、良いと思います、裏を回すという選択で取りました、はいはい、思ってる前前に行っちゃいましたね、ちょっと自分のイメージと全然違いました少しちょっと逆っぽく行きたかったのかなそうですねちょっと逆入ってるそうですね、まあ、これはちょっとラッキーですけど、まあ、不安なショットをしっかり入れてああナイスですね、うん、ナイスナイスはいこのボールアウトなんでねあのスペアも頭に入れてのトロトロショットなんですけどこういうのって大丈夫なんですかねいや僕はありだと思いますね正直ある程度の実力になるともう外さないからあれなのかなと思ってトロトロショット良くないのかなと思ったんですけど、ま、トロトロっていくショットもあのもうちょっと入りやすい同点とかはあるので、はい、そこをもうちょっと見極めていければいいかなと思うんですけど何よりもでも今力加減を意識してついたっていうのが大事だと思うので、ここはすごくありだと思います。ありますはい、分かりました。じゃあ次3ラック目いきます。ストライクの後しっかり取りたいですね。ここですね。最初のサーブの形がどうでしょう。あ、まあでもまずまず
10番が通ってるので、はい、大丈夫です、ね、これはすごく良い形なんで、4を取った後ですね、4がですね、意外と震えちゃうんですよ。だからこれをどうするかみたいな感じですね。ここからいくか、ちょっと引いて7は早いですね、気持ちが。これちょっと違うんですか。ちょっと気持ちが早いですね。僕だとこれは、あの止めて2位から1回戻って5位行くっていう形がベストに近いですね。1位行った後に止めて2位をこっちに出して、はいはいはい、まあ、あの9番とあのセンターショットのこのシールの跡があるんですけど、はいはい、その間のゾーンですね、5番と結んだゾーンから5番をつけば7番を厚くすることが簡単だと思うんですよ。で、厚くしないでもし入れた後に手玉があの今丸が書いてある方の方に触れるなら、はい、9番取って8番取って6番取ってで8を取るときに6番に対して、うん、あのこのラックシートがある方のチョークッションに拾えるように振っちゃえば、はい、こうやってセンターをこうなんとなく通過するような出し方ができると思います。流れとしてはそっちの方が楽ですね。ということでちょっと実際はね1番から引いて7番に、行きました、はい、イレイチさんポジションは取れましたね。上手ですね。狙い通りですね。めちゃくちゃうまい。うまく引きました。たまたま止めて2番へ左振り、入れて、はい、左ひねって5か8のポジション、うんうんうん、そうですね、5がいれば8に対して大胆にいけるって感じですね。ちょっと今のは危なかったですね。今のは多分5に対してもうちょっとこう遠くてもいいやっていう気持ちがあると8に対しての力加減が少し広くなるので、ただおそらくイリスさんの中でも8はおまけだと思って5に対してのトライが強かったんだろうな。本当おっしゃる通り。でも8に気づいてるだけすごいと思います。いや、じゃあ次行ってみましょう。そうですね、5、9、8、6で、はい、上に持っていくっていう感じですね。これは合ってる感じですね。そうですね、もう、はい、あ、ちょっと今のはちょっと9出たんですけど、そうですね、はい、今のはおそらくあの、はい、ちょっと手玉を動かすのに不十分な振りだったのかもしれないですね。あー、なるほど、あ、うまい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 、左にちょっと行きましたけど、今のは外し頃でしたけど、ナイスですね。振りだけ確認したらちょい引きじゃなくて、はい、あの引けなかったですね。そうですね、厚くなってしまう、ありがちな、ありがちです、はい、ただこのぐらいだと男性だったら間違いなく大丈夫なんで、危ない、今のもちょっと厚かったですね。でもまあ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 、さあこれで10が右振りになってるんですね。そうですね、これはもう3から迷わず、はい、これをねミスショットしてしまいます。あらららら、まあ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 、まあ、ありがちだけど、まあ、穴振りもある球なんで、うん、そうですね、普段置きに行きがちな球ですし、結構やっちゃい、そうですね、やっちゃうかな、まあ、やっちゃうのか、はい、これ驚きショット、そうですね、今のはちょっと置きに行ったってやつですね。いや、こういうあのミスがですね結構僕のあるんですね。あ、でこれが結構悩みで、あ、ナイスバンク、これはよくわかんないですけどね。いやいやいや、すごいリカバリー、リカバリー、いや、もうやけくそバンクでしたけど、なんか入りましたね。いやいや、ナイスナイスナイス、まあこういうイージーミスを多分見てる150アベレージいかない方っていうのは同じようなミスが、そうですね、すごい多いですね。まあなんていうか B 級のその真ん中ちょっと上ぐらいの幅のぐらいの人たちってこう、はい、なんていうか A 級が見えてきたとか、はい、まあ知識もあるけど、はい、まあふわっとですけど概要はしっかり分かってきたなっていうところもあって、うん、こうそっちにちょっと意識を割いても入るんじゃないっていう油断ができる頃ですよね。なるほど。なんで夢中でやってる時はすごい強いんですけど、はい、夢中じゃなくなるきっかけがあるとポロ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 っと外れ始めるっていう。じゃあ次のラック、次のラックいきましょうか。はい、さあブレイクこのような形になりまして、10番を少し逆入れて止めようとしたんですね。そしたら意外と出ちゃいました。なるほど、今みたいなのって、はい、ちょっとこう何気にこの右上にいた9番もしかしたら取れるかなっていう意識でいってよかったかもしれないですね。なるほど、今の10番はもったいないですね。そしたらちょっともったいないですね、あの10番せっかくいいとこいたのにねっていう。あ、なるほど、うん、まあ、もしかしたらそのさっきの4番引きずってまだ雑に、そうですね、ちょっと何だったんだろうさっきのってなったかもしれないですね。まだ残ってて雑に選んでしまったのかなというところですが、はい、じゃあちょっとこの嫌な感じになったとこから、これはちょっ
と選択悩んでます。そうですね、3か1か。3でストップ選びました。うわすごいですけど、ね、この縦球嫌ですね。これもうめちゃくちゃ嫌ですね。いやすごいです、よく入れるんですよ、あれを。すごいなあ。これやめましたね。あ、やめたんですね。そうですね、多分なんかボンミスした後のイメージが悪くて、なんか多分絶対取れる8番のを取りに行っちゃったっていう感じなんでしょうね。今みたいな8番もやっぱり2につながる球の代表格なんで、もったいないですね。大事になるのがやっぱりこう、はい、直ション沿いの球っていうのは基本的にサイドからつなぐっていうのが、多分やり始めの頃に絶対習うセオリーなんですよね。なるほど。よく皆さんサイド前とか穴前オアシスって言うんですけど、はい、オアシスっていうか切り札の時もあるんで、ポジションを簡単にしてくれる、はい、もう特急券みたいな、そういうのはやっぱりこうちょっとこう使う時はよくよく考えてっていうのは大事ですね。はい、なるほど、大事ですね。後で自分にストレスが来るかもよっていう。じゃあ続きをお願いします。中途半端な位置になって6の方を選びます、ね、そうですね、やっぱ7よりは6の方が風景いいですね。もう一回7のポジションを取りに行きます。これはもうさっきの感じからいくと、そうですね、突っ出しやすそう、うん、ブレーキを貸して、はい、要はそうですね、しっかり振りさえ取れれば、ね、まあ、あとはここで4から、まあ、ナチュラルの方を選ぶと9の方に出しに行く感じなんですけど、ちょっと振り付けようとしすぎですかね。いや、これで風景で少し悩んで9の方じゃなくて2の方を選びました。いや、良いと思います。順番的には2の方が圧倒的に上だと思います。あ、なるほど、はい、やっぱりこう9は振りがちょっとでもつきすぎると1に自然とつながりづらいんで、逆に2番は手玉がチョークショに入る振りに残せればいいなと思いながら、まあ、ショートしてもいいなと思いながら厚く出しに行きやすいですね。はい、で間違ったとしても手玉がチョークション沿いに来てもリカバリーできる球なので、まあ、これもすごいナイスですね。ストップして1に行きますね、はい、1を押して、あ、おっと入ってない、なんとボンミスしてしまいました。いやー、でも今のは多分レールから引き剥がしたかったんでしょうね。まあ、この後は普通に1、9、5を取るのか2取るのかっていうところですね。そうですね、はい、見てみましょう、はい、まあまあこれは9番への振りさえちゃんと取れればよしということで、もうちょっと前かなとか言って、まあ、どこまで薄くていいかなっていうやつですね。はい、まあ、だいたい振りの位置決めて、まあ、あとはこれを外さないようにちょっと厚く出ちゃいました、ね、ちょっと前に出ちゃいましたね。でこれを加減で調整しに行って5番に出しに行くんですが、あ、ちょっと危ない突き方しますね、うん、そうですね、やっぱりちょっとなんかこう動かす球じゃない時に動かしに行っちゃったり、今のなんか動く球なので、うん、はいはい、何でもいいから左側のチョークション沿いの方に向かっちゃえばいいやって思ってなかったですね。さあここはちゃんとスペアが取れるか、まあ、ここはちょっと落ち着いていきたい。おお、ないですか今の。ちょっと、いや、でもやっぱり今のなんかを見ると入石さんやっぱり下をしっかりなんですよね。厚みを正確に当てるぞっていう意識で行った時の方がショットとしていいんですけど、やっぱ今みたいに置きに行ったショットはすごい苦手な、置きに行っちゃ苦手なんですね。やっぱりしっかりつかないといけない、ね、はい、まあ、置きって言ってもはい、というわけで4フレーム目まで、進めましたけど、今回の動画はここまでになります。この後、1フレーム目に置きまして、トラブルが発生したラックですね、こちらを、持永さんに実演で解説していただきましたので、最後そちらをご覧ください。今回第1回の少しだけプチレッスンしていただく、形なんですけども、はい、第1ラックに起こったトラブルの形、これですね、はい、こいつですね、こいつ、このある状況で、持永さんが一体どういう形で、まあ、僕と違うような形になると思うんですけども、はい、取り切っていくのかというのをちょっと教えていただきたいと思います。はい、思います。はい、この配置だととりあえず10番はこうほぼほぼ確定なんで、10番から大体リーチさんと変わらないチョイスになりますでしょ、というのは。まあ、6番に対してやっぱりこちら側には出したくないっていうので、はい、このアングルを維持して、ただここからどうするかをちょっときちんと決めたいですね。この
6番から実際今行こうと思えば行けるんですよね、はい、ただこの割った後に何が狙えるかっていうのが大事で、この玉たち、触った子たちが何かの玉が狙えますっていうのが欲しいです、保証が、はい、で、まあ、一応この裏からいっちゃう5番を選ぶっていうのがイエスさんのチョイスの中にあったんですけど、はい、やっぱりこっちからいっちゃうと平間がこう当たった時にスクラッチが、あ、そうですね、見えちゃうので僕これがあって行きたくないんですよね。あ、裏から行くのはちょっとこれが怖いと。そうです、実際は表から行った方がいいこと多いんですよ、スクラッチが絶対ないっていうので。あ、なるほど、毛玉が返ってくるんですね、こっち側当たれば復活できるみたいな、はい、ってなると向こう側からこっちに狙う球が風通しがいい方が楽ですね。うん、で今言ってもいいんですけど、今はちょっと精度が出ないんで、はい、僕はあえてこっち側に出しに行って、はい、3番サイドから割れないかなって思ってます。あ、なるほど、こっち側に入れてってことですか。はい、はあ、でこの振り、まあ、6番はそこそこの振りぐらいになったんで、はい、まあ、少し右ひねってちょっとこの辺のはい、カットしていきますね。そうすると3番からもう順々で、ただこの時間違いたくないのが、はい、飛車の同点とかの方で寺間が少しこういう風に、はい、こういう風にいっちゃう、なるほど、たまにすると当たってスクラッチがあるので、そうですね、ちょっと7番側の方にいっていいかな。これまだラストチャンスじゃないので、うんうん、割れなくてもまだ5番がいます。間違えたくないのは4の左側に当たること、はい、でちゃんと測って、あと2局面だともう真ん中下ぐらいで十分。なるほど、素晴らしい。これでまあ大体大丈夫です。で、でこう7番まっすぐからこっち側だったら何でもいいやと思ってついてるんで、取り切り前取りますか、藤永さんだったらもうこれは終わってるんですけど、これはもうほとんど終わってるんですけどまあ一応ですね、はい、まあ、若干振りがついたんで少し引きをついてこちらに戻して、まあ、これ4番一択でも失敗はほぼないので、はい、あとはこの辺の球だけですね、この2と8をどのタイミングで取るか、うん、まあ、9番に対して厚くすれば8番サイドは結構簡単なんですけど、その後の球が、はい、手玉が必ずこっち行っちゃうので、うん、でましてや厚くてこうは来れなくてこちら側の方に抜けてしまう球になるので、はい、少し怖いですね、はい、それをただ意識しながらもこの4番をこういう風に出しに行った時9番でもいいかと思っちゃうんですけど、しっかり1番に出したいです、はい、で1番に出して5番取ったら2と8をコーナーに取るつもりで組み立てれば、まあ、9番っていうのは最後こっち側だったら何でもいいやっていうつもりでついちゃいます。そうするとこれ近いんで下ローテンでワンクッション出します、はい、でこの球なんですが、はい、よくまあこういう風な球が来るとこのシュートラインがここなんですけど、はい、よくこっちに出して綺麗につなごうとしがちなんですけど、はいはい、ここでいいと思ってるんですよ。あ、そこでいい、はい、結構球って、はい、ストップの動きは簡単だけどちょっと引くちょっと押すってすごく難しい。うーん、なんで僕はこの球を見た時、まあ、ストップの動きは大体このアングルなんでこっちでいいやと思います、はい、でちょっと引けちゃった、はい、まあ、シュートライン5番のシュートラインなので、はい、こっちにちょっとだけ出ちゃったという時に押したらこうやってタンクッションからまっすぐこのゾーンに向かってくるフリーになるので、はい、最初からこっちを狙うことは絶対やらないです。うーん、5番から取らない理由は5番は上ついた時に一応この辺に落とせるんですけど、はい、ちょっとこちら側なんですね。うーん、この辺に落ちるフリーだったらこう出てくるけど、ちょっとこちら側なんで逆ひねっていこう、一番に取るかっていうのは僕はあんまりやんないです。なるほど、ちょっと怖くなっちゃう。というわけでこの選択、はい、でこれで下の同点で優しく入れてあげて、うーん、でこうなればあとは芯ちょっと左ついてこうツークッションですね、はい、これでしっかり2番出せました、はい、であとはこの2番を取ったときによくありがちなんですけど、まっすぐなっちゃったって結構あるんですよ、はい、なんですけど僕コーナーでいいと思ってるんです8番。あ、なるほど、なんで8番のまっすぐのラインよりもちょっとこっち目でいいやと思ってるんで、気にせず手玉の真ん中ちょっと上を転がしてこう出しに行きます。あ、でこうしちゃえばサイドに取ったときに手玉の玉なりのラインがこっちに行きます、はいはい、そうですね、もちろん下でこう出してもいいんですけど、はい、ちょっと薄いんで、うんうん、上で、
からあとはもう入れポンですね。はい、これはもうイベイチさんを見習って下の同点もしっかり作っていく形です。いや本当にすごいっす、もう僕びっくりしました。いや勉強になりました、はい、というわけであの次回は、次のラックからですね、はい、あの皆さんにまた解説そしてちょっとお勉強の時間をいただきたいと思います、はい、あと今回ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ちょっとお入ろう。お疲れ様です。お疲れ様でした。